今日はユニークトイズのシャープクローをレビューします。トランスフォーマーでいうところのアニマトロンのリーダーのレーザークローっぽい人ですね。ビーストモードのギミックとしては口が開閉します。あとちょっとここを前から見るとぺっちゃんこになっているので、まあここに武器を前にちょっとここにつけると、まあ、ちょっとあんまりくっつかないので、まあ、乗せる感じですね。まああんまりぺっちゃんこでは落ちてしまいますね。ぺっちゃんこではなくなります。あとは合体用の翼をこの時につければグリフォンっぽくなりますね。かっこいいです。これで、このちょっと上に向けちゃったりとかして、こうするとぺっちゃんこじゃないです。かっこいいですね、これは。グリフォンっぽくて。ちょっとでかすぎですが。まあ、このぐらいでかければ飛べるでしょう。あとは剣ですが、いつも余ってしまうんです。まあ、この場合は、ちょっとこの辺に置くことができます。それでは変形させていきます。まず、尻尾をに収納して、足をまっすぐにしたら、このカバーを開いて、足を伸ばします。そしたら、ビーストの後ろ足を中に収納するんですが、ここを一旦パネルを開いて、隙間を作ってから収納します。そしてパネルを閉じて、これで OK です。反対側も、このパネルを開いて足を伸ばすんですが、コンバイナーウォーズ足伸ばし的なやつですね。硬いです。ここを伸ばして空いた隙間にビーストの後ろ足を収納してカバーを閉じます。そしたら、つま先を出して、下半身の完成です。次に腕なんですが、こちらを、ここ開いて、拳を出して、収納します。反対側もここを出して、拳を出して収納します。そしたらここがそのままでは動かなくて、一旦腕引き出して下に下ろします。反対側も引き伸ばしてから下に下ろして、こっちが前なので、ライオンの頭をヒンジを使って下に下げて、下半身もちょっとこっちが前ですね。向きを変えて、背中を開けるとロボットの顔が入っているので反転させて出して締めてやれば、あとはこの顔を出したことで隙間ができるので、これが引っ込みます。これで完成ですね。武器を持たせるとこんな感じです。可動範囲は頭が左右ですね。左右に動いて、腕は
このように動いて、手も動いて、ロールもありますね。足もクイック入ってます。上も下もクイック入って、こんな感じですね。またこれもまた上半身がライオンの顔で、また肩幅が広すぎてボリュームが変なので、これ縮めといた方がいいですね。こうやっておくとバランスが良くなると思います。5体を並べるとこんな感じです。やっぱりリーダーはちょっと大きい方がいいですよね。ボディのリーダーが他と同じサイズだと、本家のプレダーキングとか FOC のブルーティカスのように、やっぱりちょっとバランスがちょっと悪くなってしまいます。それではビーストモードに戻していきます。まず武器を外します。そしたら頭部を収納して、収納するときに、あ、ここですね、ここを伸ばさないと頭が収納できないので、一旦収納してライオンの頭を前に持ってきたら、またここを縮めて尻尾を出しておきます。からここを引き出して前に向けて、拳を収納してビーストのクロウを出します。反対も引き出して向きを変えて、またちょっと収納して、ここのパネルを開いて拳を収納してから閉じます。このキャノンもちょっと前に抜けておいて、腰を180度回転させてつま先を収納します。そしたらこのパネルを開いて、後ろ足を出したら、足を縮めてパネルを内側に収納してから閉じます。反対側もパネルを、このパネルを開いて後ろ足を出してから、足を縮めてパネルを一段中に収納してから閉じます。ちょっと角度をつけて、ビーストモードの完成なんですが、やはりちょっと背中が寂しいということで、これをちょっとつけた方が好きですね。これちょっと、こうするとなかなかいい感じです。並べるとこんな感じです。